フォローがある。パスミスになった。杉本健佑、リカルド・サントスもいる。杉本、杉本、ミスって打った。右足のシュート。シュートですね。見事なシュート、はい、ついに来た。切り返してからの右足、素晴らしいコースに決めた。中村、近いところで大島です。そしてレナと大久保が受けてヒールで杉本へ流していきます、うん、当たって、さあチャンスになる。杉本一人かわして、どうだ、シュート、流し込んでいった。杉本健佑、初スタメンに起用に応えましたですね。もう高いところでね、プレッシングかけて、そこからの、まあ、シュートまでの流れね、ポルテウスを一人かわして、まあ、コースもね、しっかりと狙いながらね、シュート決めましたよね。今シーズンセレッソから加入して今日が初スタメン、まあ、そしてこのゴール、はい、あの元々能力っていうのは持ってるんですけどね、なんかやっぱ自信がないようなプレーがね、多かったんですけど、はい、この得点でね、フロンターレボールになります。シュートで行きました。これが決まった。よく使って長いボールを入れてちょっと開けましたよね。少し揺さぶりに、ね、対するスライドが遅れ始めてましたし、そこから中央レナトに突っかけられたところですよね。いや、でもすごいボール、まあ、でもクロスのボール非常に速かったのは必要になってきそうです。受けた、いい形で左から。さあクロスボールは自分でドリブル突破している。そして入れる、シュートがキーパー杉本、いやー、あと、はい、あとはこの車内の突破ですよね、ここは合わなかったんですけれども、はい、このシュートすごいですね、はい、下がりながらですからね。それもボールのラッレナト、いやー、うまい、勝ち越し、杉本3対2、ちょ、この感覚ね、これディフェンダーからすると、ね、難しくないですか、杉本の手前に来てるんで、絶対届かないんですよね、はい、違いないですけどもね、はい、まあ、その可能性を残すためにも絶対点取らなきゃいけないわけですからね、どちらも。宮に来る、流したボール、決めた。さあ、こう前に入ってきます、今のシーンです。前に入ってきてインにちょっとこう引っ掛けてね、思いをつなぐ、希望を残す。となると守備もさらに集中力が必要でありますが、角田、うん、こぼれた、うん、まあ、ちょっとこれ何でもないクロスだと思うんですが、マヨコビッチ選手にこう跳ね返ってきたところの高さですよね、はい、でヘディングで、まあ、どこにこうクリアするのか、それがこう杉本選手のところにいいところにボールが来ましたよね、はい、裏に抜けました、ないですよ、小林、あ、かわした、小林、狭い局面、ボールを奪われない、一度戻して杉本、シュート、ー素晴らしい、杉本が試合を決定づける3点目。ここも小林の粘りでしたね、このプレー上手かったですね。ここ一回やり直したところもあんで良かったですね、まあ、杉本一つ目のコントロール、時田と松田、柿谷バイタルをつくのか、柿谷陽一郎、ブルーの目流れ、右足か、柿谷か、杉本です、右足、高原の好セーブ、時計が時を刻んでいく、セレッソが自分のゴールマウスからボールを離す、杉本健佑がとどめを刺すのか、右足、わずかでしたね、フレッシュ、前線が流動的に動く、低いボールを選択する、山村から関口、どうする、えぐっていく、上げていく、右足外した、杉本
健裕者が対応します。広げて松田どうする、ここはすぐに上げることはできませんでした。間を通して仕掛けてシュート、清水セーブ、杉本健裕、また清水のビッグセーブが飛び出した。さらには山口蛍と時代にオリンピックに出ています。さあ丸橋のロングスロー、沢上を狙っています。さあ杉本健裕うまくつないだ、丸橋中央、杉本健裕、松田陸上がってくる、ここからのボールですね、クロスが上がる、杉本健裕ヘッド、いいですねこの形ですよ。山下が潰してそのまま前に行きま す、ね、さあブルーのメネゲン、リカルド・サントス来ました、ね、さあ前抜けなかった、ここで杉本健裕、前節に続いて西ソウザ、柿谷、ソウザ右足シュート、最後は杉本健裕ダイレクトで打っていきました。中央、柿谷、大一郎、ソウザ逆に振る、松田、ここには堀米もつく、杉本ワンタッチでシュート、リカルド・サントス、杉本左足のシュート、福森がつく、柿谷はここも献身的に追う、縦バランス、縦のところを関係しながらセカンドボールを拾いに行くことが重要でしょうね。さあクロスが上がる、さあセレッソビッグチャンスだったんですが枠を捉えることができませんでした。ソウザ誰をターゲットにするか、杉本健裕落とせば柿谷待っています、前を向いた右足のシュート、一森キャッチ、かつてセレッソユース1対1、ソウザ、ここは杉本健裕、こぼれ球を狙います、チャンスですね、柿谷、杉本、柿谷どうする、1対3シュート、そうですね、この大きな展開から健裕と柿谷のこのワンツーリターンですよね、前でどうしようもないですよ、どうしようもないです、ね、はい、まあ、山野さんもディフェンダーご出身ですからねこれはディフェンスにとってはたまらない非常に大切だという話をしますが、そのあたりもよく戦術が練られています。今度は杉本健裕、松田から杉本、柿谷スルーしてブルーのメネゲウ、清水の正面です、長さのいいところは出てないんですよね、うん、そうですね、ここまでセレッソがボールを持つ時間が長くなっています。さあ杉本呼んでいます、その杉本のボールを持って中に出した、柿谷、続きますね、続きますね、セレスのいい時間帯、今シーズンもちろんこのコンビを組むのは初めてなんですけれども、ね、いや本当に距離感といいね、はい、タイミングといい合ってますよ、さあ今度はセレスの杉本健裕、右足のクロス、リカルドサンズヘッド、わずかにゴールの左、ベストチャンスですね、ソウザ、しかし前半にもありましたよね、この形は、星から杉本健裕、松田陸から杉本、クロスを入れる、リカルド・サントス、左サイドを使っていきます、ボランチのソウザ、そして丸橋から杉本がここかわしてクロスだ、サントス折り返して柿谷、うわ、セレッソ大阪先制、その間を分けないように一本足引きずり込まれてるってことですか、プレッシャーかけてる時もうちょっとラインを上げといて捕まえててほしいっていうのもあると思うんですよ、だそれやっぱりコミュニケーションですからね、なるほど、あ来た、杉本が落として柿谷の出足、ブルーのメダル、オフサイドフラッグです、オフサイドフラッグが上がってます、それがここまで効いて千葉の2列目にほとんど仕事をさせていません、リカルド・サントス、いいパスを通した、フリックしてブルーのメルゲン、さあ山下から松田です、前線杉本に収まる、関口
関口、右足のシュート、足元が多いですから、はい、もう少し背後に飛び出せることもあってもいいかもしれません。スペースをうまく使うということですね。関口からワンタッチで杉本、ブルーメネゲウ右足のシュート、一つ今いい形を見せました。セレッアンドレからダニエル・ロビーニョ、ヨンジェ、杉本、さあブルーノ・メネゲウドリブルでいく、右足のシュート、セレスはね、その思いは、うん、さあいい形だ高志、あ初めてねセレス素晴らしい、コーナーから行われているかなという時間にもう30分ぐらいですからちょっと差し掛かってきましたね。ブルーのメネゲーから杉本、そして右サイドバックの増田が上がってくる、うん、これも4人入ってきますよ。さあ中は4人入ってきた、ブルーのメネゲーから来たみたい、リハンジェ、矢沢引っ掛ける、中に4枚えぐる、上げられません。杉本健雄がつきました。あーゴール前に詰めてくるような意識がちょっと増えたようにも感じます。どちらかというと前半はワイドにワイドに、そうですね、基本インサイドですね。こうなると丸橋がもっと上がれるのかな、その道が開くんじゃないかというのも見えるんですけど、はい、やはりそこで打っててもいつまで打っても入らなかったりしたら、そこでやっぱり新しい判断が生まれるわけですよ。ここはどうだ、佐藤和樹コーナーになります。で次はこのブルーのメネゲウと柿谷の間のコンビネーションも少し出始めてはいますよね。そうですね、大熊監督もブルーの選手に対してナイスナイスと声をかけています。なるほど、いっぱいいます。フリックしてリカルド・サントスですが、ここは合いませんでした。杉本健雄のディフェンス、この前線からのディフェンス、パンチがボールを奪って攻撃展開という形が見られます。引き足とは逆で上げました。こぼれたボールはセレッソです。あしかしここはわずかに合いません。ただここも回収、追い越す動きが見られるセレッソ、逆サイドに振るリカルドさんと追いつくか。ゴール前に3人入ってきましたよ。折り返したマスコヘッド、なるほど。でここで中盤で入ってくるんで、これ川原もフリーですよね、はい、この川原、さすぎ元がすごい距離が詰まってきますが、堀本さん、セレッソボールです。はいどうぞ。セレッソ下げて、ソーズの圧力をかわそうという玉林、前に送る、うん、さあ白井、さあ自分で行く、川原が、川原が見えればね、いいとこ川原入ってるんですけどね、はい、あっとこれは